マフムード・ダルーイーシュ。マフムード・ダルーイーシュは、パレスチナを代表する詩人。パレスチナの独立宣言の起草者。パレスチナ人をめぐる抑圧や不安、そして抵抗を託した彼の詩は、多くの人に愛され、ヘブライ語、日本語を含む22の言語に翻訳された。もともとは、イスラエル共産党の活動家だったが離島。ソビエト連邦のモスクワ大学への留学後に、 レバノンに渡り、1973年、パレスチナ解放機構に入り、執行委員会のメンバーとなった。心臓疾患の治療のため渡米。2008年、手術後の合併症により死去した。最後の居住地となったラマッラーでは、アラファート議長以来、パレスチナ史上二人目となる国葬が行われ、アッパース大統領は3日間の服務を決定した。 アラビア語で執筆されたダルーイーシュの著作の多くは英語に翻訳されている。研究書も出版されており、雑誌にも研究論文が発表されている。日本においてダルーイーシュの作品の翻訳や紹介は1970年代から詩人の土井大輔によって開始された。ダルーイーシュは1974年に日本を訪問している。2006年に ヨモダ・イヌヒコにより、長編誌、ミューラルを含め中期の試作品を翻訳した、壁に描くが出版された。雑誌では、実村文による、彼は自分を殺しに来た男を抱きしめるの翻訳、解説が、雑誌、前夜前夜2006等に掲載された。また、ハマスが、パレスチナ議会選挙で、第一党となったことへの意見を、ダルーイーシュに求めたインタビューを、 アライレコが翻訳し、2006年、現代思想5月号に掲載された。アラブ文学研究者のオカマリア、政治学者の総意高カリらが、その著作でダルーイー州に言及している。ありがとうございます。